田所先生、急患です。テントウムシとぶつかって軽傷、意識鮮明、絶好調の30歳男性です。よっしゃ、わかった、すぐにオペだ。え、なんで？麻酔 OK、オペ室に運ぶぞ。よし、早速オペ開始だ。まずはおでこに、豆腐一丁乗せとけ。はい。次は開胸だ、クイックルワイパー。さすが田所先生、クイックルワイパーをこんなに扱える医者は、他にいませんよ。そして、床がきれいになったところで、健康な心臓をえぐり取って、そこの壁に、ペイーン。よしよし、いい感じだ。うまくいってるぞ。あ、田所先生まずいです。心拍数のモニターに、もうダメそうっていう表示が。なんだと、くそ。これはまずいな。そうだ、おでこの豆腐を心臓があったところに、ペイーン。ふう、田所先生、なんとか持ち直しました。よっしゃー。じゃあ退院だ。こいつの足首を持って8階の窓から、ペイーン。わーい、田所先生、ありがとうございました。田所先生、急患です。テントウムシとぶつかって重傷、意識不明、絶不調の30歳男性です。よっしゃ、わかった、すぐにオペだ。